フェス TV ロケ第2回目ですね。ロケは第2回目鹿児島で、はい、第2回目です。今日は鹿児島のいいところを発信していこうという。なるほど。あの鹿児島のテレビだけど YouTube の方でも見られるから、うん、ちょっと全国の方に鹿児島の良さをね見てもらってヘスに来てもらいたいなと思いました。はい、このコーナーは来月に迫ったザ・グレート薩摩ニューフェスティバル2019を盛り上げるコーナー。どこ連れてくるの？ここでしょ。メンバーは鹿児島市の出身でフェスの発起人、ソイル&ピンプセッションズ世界的なトランペッターのタブゾンビさん。何よりダサい。そしてこちらはメンバー全員が鹿児島出身、雨のパレード、ボーカルの福永さんと回し役の私、出世の3人でお送りします。鹿児島来たからにはゆっくりしたい。ゆっくりしたいですね、はい、俺なんか足湯とか入りたいですよ。空港ありましたよね、そういう、うん、あったね、はい、どこにあったっけ。あ入っとるやないかい。もうね、どう処理どう処理していいのかわかんない。今ね、出世ちゃんにパス渡して俺。これで今日は、はい、出世ちゃんどこに連れ出てくれるんですか。今日は、はい、まあまあ桜島、まあ、じゃないや、カーブしてない。カーブしてないね、これいつも適当にやってるでしょ。回すのも俺らだからさ、お前いるだけじゃん。まずさ、というわけで、はいはい、まあ楽しんでいきましょう、はい、取れ高の方はどうですかね。出世ちゃん、はい、ここどこね。ここがあの霧島の温泉街の近くにある霧島のセレクトショップ、うん、キリン商店さんです。セレクト店、はい、ちょっとここでお二人にその金スペの視聴者の皆様にプレゼントを選んでいただこうと思って、はい、早速行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、でそんな人がいる。最初に伺ったのはキリン商店。古民家を改装した店内では霧島茶でお客さんをお出迎え、茶一杯の心遣いを感じられるお店です。10年ぐらい前に前にジェットライブに入れたんだ。本当ですか。ありがとうございます。すごい好き。あ、本当ですか。今の撮っててくれました。捨ててくれる人いないんですけど僕の、はい、ありがたい。なんとか言えよ、出世。二人で一個選ぶってこと？二人で一個なの？そこはなんかこのセンスの見せ合い。ああ、じゃあその一人一個ですよ。一人一個。いいよいいよ。予算的に大丈夫だ。大丈夫だ。本当にそれぐらい頑張ってくれる。私アクセサリー見つけました。長く使えるもの。はい。三人選びます。ずっと使いたいもん。弁当箱。私が選んだのはこちらです。軽石のイヤリング。軽石のイヤリング。はい、夫婦、あ、まあ、可愛いっちゃ可愛い。ですよね。で見るほど。今回はセンスあるでしょ。いやなんかね、物は可愛いんだけど。うんうん、なんだろうね、出世ちゃんがそれをやるとなんかまあまあ出世が選んだものっていうもの。いやなんか作家さんに謝って。耳につけて桜島感じてもらいながら、はい、そういう意図で作ったんだな。なるほどね、はい、うん、センスありそうですね。じゃじゃん。おお、もうこれ超かっこよくないですか。握り飯とかやっぱそんなわけないですか。それはいいですね。めちゃくちゃいいですね。で、意外と高いのよ、うん、そうなんですよ。手作りだし、ね、そう作るの大変ですね、まあ、それはいいね。そうこれめちゃくちゃいいなって思って。これ視聴者がもらえるんですか。そう、しかも俺も欲しい。俺も欲しいね。そうそうそう、ちょうどこういうの欲しいね。そう、はい、じゃあタブさんは、はい、お願いします。まずね、君たちね、分かってない。鹿児島っちゃえば何ね。え、竹じゃないですか。あ、軽いですか。そうだね、竹もね、竹林の、ね、面積日本一なんですよ。マジ。あ、そうなんだ。へえ。あと、じゃあ身にかなってんだ。そうそうそう、鹿児島で、うん、例えばまあお茶もあんまり知られてないけど全国にいいでしょ。そうそうそう。で、まあ、竹林面積第一、うん、ね、うん、まあ、出世ちゃんの置いといて軽石はランキングつけにくい。あとほらもう黒牛とか黒豚とか有名なんだけども、はいはい、最高です。他有名なもの何がある。
意外とみんな知らないの。あのね、はい、椿油なんですよ。結構有名なんですよ。ランキング鹿児島。知らなかったです。まあまあ出世ちゃんは大阪出身だから知らないと思うけど。僕が今日選んだのはですね。お、これです。椿オイルのマッサージオイル。この手作りの木のやつで、グリグリと押すの。押すの。ぬるぬるにして、うわー。もうこれ選んでます。ちょっとなんかやらしく聞こえる。ぬるぬるにして。全部カットになる。今喋ったの全部カットになる。これでもね、いいのは髪の毛にも使ったり。なるほど、有名ですもんね。髪の毛もツヤツヤになりますしね、いいですよ。じゃあ希望のね、やつを名前書いて送ってくれたら当たるんですかね。これでもね、絶対これじゃん、高いもんだ。いや、見た目のセンスがいいんでこれでしょうね、やっぱり。いやいや、もう高いの、いっちゃん高いのくださいって言って入っていった。いやいや、言ってない。